はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にレビューしている YouTuber のナノです。今回ご紹介しますのはこちら、ノイズキャンセリング搭載で音質にもこだわった完全ワイヤレスイヤホン、ゼンハイザー CX プラストゥルーワイヤレスを今回ご紹介します。ゼンハイザーといえば以前ご紹介しましたこちらの CX トゥルーワイヤレス。75年の歴史のあるドイツの老舗音響機器メーカーで、ハイエンドなね、イヤホンやヘッドホンも発売しているゼンハイザーなのに、価格が1万円前半とかなり安いんですよね。なのでね、安くゼンハイザーの音を聞きたい方におすすめでした。簡単に言ってしまうと、この CX トゥルーワイヤレスにノイズキャンセリングが搭載されて、さらにですね、高音質コーデックに対応したのが CX プラストゥルーワイヤレスです。ノイキャンと、もちろんですね、外音取り込み機能も搭載されています。また注目は最新のコーデック AptX Adaptive にも対応しています。ハイレゾ相当で音楽を楽しめますし、低遅延かつ音途切れもしにくい最新のコーデックなので、より快適に使用できます。ただスマホもね、 AptX Adaptive に対応している必要があるんですけどね。今回はですね、 AptX Adaptive 対応のスマートフォンで聞いた感想を述べていきます。またね、アプリもしっかりとしていて、かなり細かくカスタマイズすることができます。ノイキャン搭載でハイレゾ相当のね、高音質で楽しめるのに2万円でね、購入することができるので、あのゼンハイザーとしてはかなりコスパがいいと言えます。安くね、いい音を楽しみたい方やゼンハイザーファンの方にはぜひね、チェックしてほしいですね。では開封シーンをどうぞ。はい、ではですね、ゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレス開けていきます。パッケージはね、ゼンハイザーのいつものね、ブルーのパッケージになってますね。開けていきます。はい、でこれを取るときました。まず付属品から見ていきましょう。充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。このようにですね、ゼンハイザーのロゴが入ったしっかりとしたケーブルになってますね。イヤーピースはこのようにサイズ別で梱包されてます。XS、S で、今イヤホンにね、装着されてるのが M で、こちらが L なので合計4サイズ付属していきます。イヤーピースはこんな感じで、いつものゼンハイザーのイヤーピースですね。ではイヤホン見ていきましょう。おお、はい、でこちらケースになります。まず真ん中にゼンハイザーのロゴが入ってますね。で側面はこのようになってまして、ここに LED インジケーターついてますね。でその反対側に充電するときに使う USB Type-C の端子がついています。で蓋を開けますと、こんな感じになってます。でイヤホン見ていきましょう。はい、イヤホン本体こんな感じになってます。真ん中にゼンハイザーのロゴが入っていまして、非常にね、光沢感のあるデザインになってますね。このタッチセンサーの部分はかなりね、光沢感があります。光によってこうやってね、キラッと輝く高級感のあるデザインになっています。で側面はね、マットな感じになってますね。このような形状になっていまして、ここにセンサーがついているので、イヤホン装着したか外したか検知できるようになっているようですね。イヤーピース外すとこのような感じになっています。イヤホンの形状に関してはいつものゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤホンといった感じですね。しっかりとした作りになってますね。でケースにセットしていきます。うん、磁石すごく強いですね。しっかりとセットできるので問題ないですね。はい、ということで左がですね、ノイズキャンセリング非搭載の CX トゥルーワイヤレスで、こちらが今回ご紹介の CX プラストゥルーワイヤレスですね。まず違い見てみると分かるんですけども、 CX トゥルーワイヤレスの方はゼンハイザーのロゴブラックになっています。一方 CX プラストゥルーワイヤレスはこのようにですね、シルバーになっていて光沢感があってね、こっちの方がこだわりが感じられますね。またイヤホンの方もですね、見てみるとわかるんですけども、このようになっていまして、 CX トゥルーワイヤレスの方が全体的にこうシンプルな印象なんですけども、 CX プラストゥルーワイヤレスはロゴもね、シルバーで、タッチセンサー部分も光沢感があって、こちらの方が高級感ありますね。これ若干 CX プラストゥルーワイヤレスの方がイヤホンちょっとコンパクトになってるようですね。わかりにくいかもしれないんですけども、若干見てみるとですね、 CX プラストゥルーワイヤレスの方がコンパクトのようですね。ちょっと小さいです。ノイズキャンセリングも搭載されてるのにコンパクトになってるのはすごいですね。ちなみに最上位機種のモメンタムトゥルーワイヤレス2と比較するとこんな感じで、こっちの方がね、ファブリック素材でできていて高級感はあるんですけども、ちょっとやっぱり大きめではありますね。イヤホン本体はこんな感じで、モメンタムトゥルーワイヤレス2の方がね、スピン加工が施されていてね、こうやって光のね、加減でこう反射する高級感のある完全ワイヤレス音になってるんですけども、大きさはね、 CX プラストゥルーワイヤレスの方がコンパクトですね。はい、ではペアリングしていきます。一番最初はですね、ケースから取り出すだけでペアリングモードになります。そうするとこのようにですね、 CX プラストゥルーワイヤレスと出ます。これタップします。そうするとこのように接続済みになります。簡単ですね。
はい、ということですね。先ほどの開封シーンから4日ほど使用しました。いつも通りですね、使ってみていいなと思った部分とちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、デザインがね、 CX トゥルーワイヤレスよりも高級感ありますよね。全体的にね、ブラックで統一されつつもロゴがね、シルバーになっていたり、イヤホンのタッチセンサー部分もね、ツヤのあるデザインになっていてこだわりが感じられます。イヤホン本体はね、少しコンパクトになっていて、普通ねノイキャン搭載の方が大きくなるイメージなので、ここは意外でしたね。つけてみますとこんな感じでしっかりと耳にフィットします。耳のね、奥すぎず、かといってこう手前すぎずね、いいところにフィットするので長時間使用しても疲れにくいです。ちなみに CX トゥルーワイヤレスをつけるとこんな感じですね。見た目では分かりにくいと思いますが、若干小さくなってるので、 CX プラストゥルーワイヤレスの方がよりフィット感がよく感じますし、耳の小さいね、女性の方にも合うかと思います。でこっちがですね、より価格の高いモメンタムトゥルーワイヤレス2ですね。 CX プラストゥルーワイヤレスが一番コンパクトなんじゃないかと思います。それから気になるノイズキャンセリングについてですが、かなり強力になりました。いつもね、10段階で分かりやすくね、ノイキャンの強さを表現してますが、10段階だと7点です。ゼンハイザーはモメンタムトゥルーワイヤレス2がノイキャン対応だったんですが、モメンタムトゥルーワイヤレス2は3点だったんですよね。比較するとかなり違いを感じます。特に他のブランドと比べても遮音性がかなり高いので、アクティブノイズキャンセリングオフでも騒音を結構遮音してくれるんですよね。イヤホン自体の遮音性とノイキャンの組み合わせでしっかりとしたレベルのノイズキャンセリングになっています。まあ、7点あればね、十分実用的で音楽への没入感を上げてくれて音楽を楽しみやすいと思います。それから外音取り込み機能も搭載されています。これも10段階でレベルを表現すると7点ですね。モメンタムトゥルーワイヤレスも7点でちょっと良くなったようにも感じるんですけども、僕の中では点数が上がるほどではありませんでした。とは言ってもかなり厳しく見てるので、7点あればね、十分しっかりと周りの音を聞くことができます。電車のアナウンスや会話もしやすいので不満なく使用することができます。それからゼンハイザーはアプリがしっかりとしています。まずね、イコライザーで音質の変更することができます。音質はね、何も変更しなくても十分高音質なんですが、このようにね、こう直感的にいじって音質をね、好みに変更することができます。またね、3バンドのイコライザーもあります。例えばこうね、低音を強くしたり、中音をちょっと下げたり、高音を上げたりとか、簡単にね、好みの音にすることができます。またね、プリセットも用意されていまして、ポッドキャストは声がね、聞きやすいようになりますね。で、ムービーが映像を見るときにおすすめの設定ですね。で、ベースブーストは少しだけ低音の量が多くなって沈み込むような低音を楽しむことができます。あとはね、このイヤホンのこの絵の部分をね、こうタップしますと操作内容を変更することができます。1タップ、2タップ、3タップ長押しをですね、個別に変更することができます。よくあるのが片側がね、ノイズキャンセリングとか外音取り込み機能の切り替えで、もう片方が曲送りとかね、曲戻し系になると音量の操作は行えないっていうパターンの完全割れさもあるんですよね。でもこれはね、個別に設定することができるんですよ。これだけ細かく設定できるのって非常に珍しくて、かなり使いやすいようにカスタマイズすることができます。またこのスマートポーズというのが、イヤホンを外すとね、再生が自動的に止まって、またつけるとね、音楽が自動的に再生されるやつですね。これオンオフすることができます。あとノイキャンもオンオフすることができるし、通話中にね、自分の声がどれだけ聞こえるようにするのか設定することもできます。これね、まあ、100% とも全然いいんじゃないかなと思いますね。自分の音がね、はっきりと聞こえた方が、あんまりこう大きなね、声出さなくても会話することができます。あとはどんなコーデックで接続しているのかが表示されます。今これ aptX アダプティブになっているので、高音質コーデックで音楽を楽しめる状態になっているということですね。それから最近オンラインミーティングや通話でイヤホン使用する方も増えてます。通話品質が大事になってくるので、確認してみた映像をどうぞ。はい、こちらですね、ゼンハイザーとモメンタムトゥルーワイヤレス2で録音した音声になります。ズームを使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらですね、 CX プラストゥルーワイヤレスで録音した音声になります。ズームを使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、ということで、左右それぞれに2つのビームフォーミングマイクが搭載されていて、自分の声をね、しっかりと拾うことができるので、通話品質も十分でね、オンラインミーティングや通話でも使用可能ですね。それから音質についてですが、ゼンハイザーらしい存在感のある低音と、綺麗でね、クリアな高音で、よりね、音楽を楽しみやすいような元気のいい音質になってますね。低音はベースブーストなしでも十分存在感があって、ボワッとすることもないし、解像度も高くてリアルな音質になっています。ベースブーストオンにしても変にこうボワッとすることもなく、気持ちね、量が増えて、こう沈み込みがね、より増える感じがあるので、絶妙にね、こう低音の存在感が増す感じで、オンにするのもいいですね。またね、中高音も綺麗で、ボーカルがね、しっかり
りと前に出てきて聞きやすいし、ボーカルの表現も分かりやすいです。分かりやすい分、少しまあはっきりめの質感だけど、そこまで味付けされてる感じもないので、やっぱり聞きやすいなと思いますね。高音は解像度も高くてね、細かく鳴らしてくれる印象で、エッジがねすごい効いてるっていうわけではないけど、存在感のある高音で、シンバルやバイオリンの音もね綺麗で聞き応えがあります。全体的にね結構はっきりとした音質という印象で、よりねこうゼンハイザーの音の良さが分かりやすいかなと思います。ちなみに今回ねハイレゾ相当の音質で音楽を楽しめる AptX アダプティブでハイレゾ音源を聞いた後に、 iPhone でもねよく使用されている AAC でもね聞いて確認してみました。 AptX アダプティブで聞いた方がね、特に高音が綺麗で、なんていうんですか、こうシャリッとした感じが少ないというか、より滑らかでね伸びのいい音になったように感じます。高音の質もねより良くなって、上方向にねこう広いようになって、よりクリアに聞こえますね。低音はねそんなにはっきりとした違いは感じませんでした。どちらかというとこうやっぱり空気感ですね、こう余韻というかこの響きというかね、そういうところにすごい違いが出てくる印象ですね。なので AptX アダプティブの良さもしっかりと感じられて、ハイレゾ音源も楽しめそうです。ちなみに気になる方も多いと思うんですが、価格の高いモメンタムトゥルーワイヤレス2と比べてどうかというと、モメンタムトゥルーワイヤレス2の方がよりね空間表現に優れていて、音が鳴る空間も広く感じるし、全体的に柔らかめで滑らかな印象ですね。特にモメンタムトゥルーワイヤレス2はアプリでハイエンドサウンドチューニングのモードをねオンオフできるようになっていて、オンにするとねより空間表現が良くなります。なので簡単にまとめますと、 CX プラストゥルーワイヤレスの方がよりね明るくて元気のある音質で、結構はっきりめの音なので、ロックなどを楽しく聴けるイメージですね。モメンタムトゥルーワイヤレス2はより柔らかくて響きも良くてね、より臨場感のある音質に感じます。なのでもちろんロックも楽しめるんですけども、クラシック系なんかもね非常に気持ちよく楽しむことができます。2万円台と価格も安いのに、上位機種ともね引けを取らない音質で、よりねこう明るめな音が好きな方、元気のある音が好きな方は、むしろこの CX プラストゥルーワイヤレスの方が好きっていう方も多いと思います。正直どっちが音質いいっていうよりも、結構好みで選ぶ方がいいのかなと思います。やっぱりこっちの方がね最新のこのテクノロジーというか AptX アダプティブにも対応してますからね、こっちの方がいいという風に感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたね。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、特になし。ノイキャンのレベルもね大きく向上して十分実用的ですし、アプリもねしっかりとしていて使いやすく、音質もねゼンハイザーの良さがしっかりと出てました。それで2万円なので、ゼンハイザーとしてはかなり安くてね、コスパの良さを感じますね。はい、ということですね、 CX プラストゥルーワイヤレスのご紹介でした。ノイキャンもより強力で、最新コーデック AptX アダプティブにも対応しているので、価格の高いねモメンタムトゥルーワイヤレス2よりも優れてる部分もあります。それでね2万円台なので、ゼンハイザーとしても価格を抑えてね、より多くの方に聞いてほしいという気持ちがあるのかもしれないですね。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからね下に Twitter のリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラウモでした。